皆さんこんにちは。みんなのベトナム語のベオです。今回は個人的な動画をお撮りさせていただいております。まずご報告なんですけども、私の方がハノイ大学卒業まで残り2週間を切りました。いや、本当に不思議な気持ちでいっぱいですね。私がハノイ大学に入学したのが28歳だったんですよ。で、最近32歳になってハノイ大学を卒業するんですけども、まあ、今回の動画は2018年4月4日にハノイ大学に入る前にお父さんに手紙を送ったんですよね。そのことについてちょっとお話をしたいなと思いました。お父さんに手紙を送った日が2018年の4月4日なんですけども、その前の日にお父さんとちょっと口喧嘩、まあいわゆる口論になったんですよ。やっぱお父さんからすると28歳から大学に行くなんてもう考えられないじゃないですか。年老いて産んだ子供が私で、もう私が大学に行くって頃にはもうお父さんが65歳超えてたと思うんですよ。なのですごい、まあちょっと喧嘩になってしまって、それでもね、自分の気持ちを伝えたくって Gmail の方に下書きの方を書いて、翌日に印刷をしてお父さんの方に手紙を渡しました。まあでも本当、28歳でハノイ大学に入るということは、人よりも10年間遅れて大学に進学するということなんですけども、なんだろう。私の方がですね、ネグレクト環境で育って、小中高と通えてないんですよね。小学校6年生の頃の通知表なんか、できるが一つしかありませんし、小学校卒業当時の体重はもう28キロしかなくって、本当に、悲惨な家庭環境に育ったと思います。自分で言うのも何なんですけども、なので中学校卒業と同時に保険業として県外に働きに行きました。教育を受けてないので学歴もないですし、手に職もなかったんですよ。なのでいい仕事に就くこともできないですし、年齢とともにね、同世代も周囲も方々とやっぱ比較していって、自信をなくして人に会うことすら億劫になっていったんですよね。もう28歳でまともな職もない、経済力もない、このまま人生を進んでいけばもう人生を積んでしまう。だからもうハノイ大学に入学する前は希望とか一切なくって、絶望感しかありませんでした。しかも留学資金だっても片道燃料もなかったですし、もう卒業できなければ人生終わるなっていうふうに思ってました。ただ、自分の人生を変えたいと思って、ハノイ大学に入ったんですけども、ハノイ大学に入った理由の一つに、過去の方々への感謝の気持ちもすごいあるんですよね。例えば、私のおじいちゃんは、大東亜戦争に20代の青春を捧げられて、シベリア抑留に遭われて、それでも生きて日本に帰還されたんですよ。だから私の方が、この世に生まれることができまして、やっぱり、この命は大切にしなきゃいけないな、というふうに、すごく感じておりまして、何か行動しなきゃ何も変わらないと思ってハノイ大学の方に入りました。ちょっと前置きが長くなったんですけども、ここから父親へ送った手紙を紹介していきたいと思います。2018年、当時28歳だった私がどんな思いでハノイ大学に入学したのかを、よければ聞いてみてください。皆さん、いかがでしたか？今回は4年前にお父さんへ送った手紙の内容を紹介してみました。ハノイ大学入学から4年経った今は、無事に卒業も決まって、大学2年生の頃には株式会社を作って、事業展開までして、もう本当に不思議な気持ちでいっぱいですね。もう小中高と通えなかった私が大卒を取ろうと一生懸命頑張って、まともな職にも就けなかった私が、気がつけばね、周りの方々に社長っていう風に、まあ、呼ばれるようになったりしてて、もう本当に不思議でいっぱいですし、OK な物語でもあるなっていう風に思います。で、この4年間で強く学んだことは、成功の反対は挑戦しないことだなと思います。もう絶対は絶対にないですし、未来なんてわからないじゃないですか。だから挑戦することにロマンがあるんだなと思います。今回は
私個人的なお話を紹介させていただいたんですけども、次回は卒業式の動画とか撮影できればいいなっていうふうに考えておりますので、今後とも VV レッスンの方も応援の方よろしくお願いいたします。では今日はここら辺で終わりたいと思います。失礼いたします。バイバーイ。